唐山彩の馬楽田に乗り、唐にやってきた大正唐山彩は、唐代の生理由を施した陶器で、主として服装用に制作された。いわゆる唐山彩は、唐代の陶器の上の釉薬の色を指し、後に、唐代の斎塔を総称することして使われるようになった。唐代の陶器の釉薬の色は、非常に多く、クリーム色、赤褐色、薄緑、新緑、藍色、 紫などがある。中でもクリーム色、緑、白の3色の組み合わせ、あるいは緑、赤褐色、藍の3色の組み合わせを主としていることから山菜と称されている。東山菜は成形後2回にわたって焼かれる。1回目は白色の粘土で器物の原型を作り、釜の中で1000から1100度で素焼きにされる。冷却の後、器物を取り出し、各種の釉薬をかけ、 再び釜の中で850から950度で焼かれる。炎色反応を用いて色をつけることから、釉薬には銅、鉄、マンガン、コバルト、アンチモンを用い、除粘剤として鉛やアルミニウムを用いる。釉薬の色が互いに浸透し、年代が経つことにより、顔料の色が微妙に変化し、新たな色を作る。この釉薬は鉛釉と呼ばれ、寒大に、 最域から伝播した技術とも言われている。生理由の特徴は、郵送中の気泡の少なさから来る透明度と光沢の強さにある。声優技法は刷毛や筆、被写区掛け、浸し掛けなどが基本となる。当山菜の形状は非常に多く、人物、動物、器物の三種に主に分類される。人物には、天使、文官、武将、貴婦人、男の子、下女、 芸人、ペルシア人などがある。動物には、馬、ラクダ、牛、羊、ライオン、虎などがある。器物には、容器、文房具、お椀壺、皿などがある。日用品や部屋の装飾品よりも主に、埋葬品として使用され、主に、中原一帯で生産、流行し、中原一帯の官僚たちに使用された。登録点には葬儀における、 倒産祭の規定が記されており、旧当所には当時の倒産祭熱を伺わせる文章がある。19世紀末に行われた鉄道工事の際に掘り起こした東大の墳墓から大量の採取された壺、動物、洋人形の焼き物が見つかった。その一部が北京の骨董屋などで海外の収集家の目に留まり、3、カラーグレーズとして論文などで報告された。 その訳語をもとに、東山祭という故称が生まれ世界中に知られるようになった。美術品としての価値の高まりとともに、各地の東大の墳墓から発掘や洞窟が盛んに行われ、埋葬品としての東山祭が大量に発掘された。最も古い東山祭の作例は、上限元年に現在の先生省に築簿された、東の構祖。 紀炎の賠償から出土した器とされている。当山菜の造形は、当時の社会や風俗を表している。力強く勝者な様子である天使の像や、武将の像、肥えた馬や、ラクダの像は、初頭の国力が向情であったことを示す。顔が、ややふっくらとして、体が豊満な女性の像は、当時の女性はふくよかであることが美しいとされたことを示している。長安。 洛陽の周辺で盛んに作られたが、長安周辺の墳墓から出土する山菜の方が、数量、大きさ、種類が豊富である。長安の西市では大規模な東山菜市場が開かれていた。東山菜は、シルクロードを通り、13世紀から15世紀半ば頃に、かけて、シリアやキプロス、イタリアに連来した。また、日本の奈良山菜、牧海山菜など、 他の東アジアにも影響を与えた。ありがとうございます。